外と滑るんで、もうちょっと早いですけど合図につけたいと思います。やっぱり雪が深くてちょっとそれただけでまた下ぐらいまで一気に埋まりますね。一応今回は雪があるんで、夏山とは違う道を今のところ直通して歩いて行ってますけど、多分もうちょっと歩いたら夏の登山道に合流するかなと思います。いやすごいですね。氷ノ山は樹氷でも有名なところですが、ちょっとずつそんな感じがしてきました。木にたくさん雪が、山頂行ったらもっと木が完全に雪に覆われて、すごそうですね。すごい、だいぶ木につく雪の量も増えてきました。なんかちょっと小屋が見えましたね。はい、避難小屋まで到着しました。こっからは夏山の登山道と同じルートを歩いていくと思います。すごい、もう標識は完全に埋まってます。で、すごいこれ、スノーモンスター。すごい。このスノーモンスターも、すごい。樹氷が、見事に、見れてよかったです。あったか。じゃあ、あそこですね。あそこ。ちょっと避難小屋があそこにも見えると思うんですけど、あそこを目指したいと思います。
構周りはね晴れてるんですけど、この氷ノ山だけやっぱりここら辺で一番標高が高いせいか、ここだけ雲がかかってます。ずっとここら辺すごい雪庇ですね。ちょっと気をつけていきたいと思います。うわ、この雪の塊すごいですね。岩と木にびっしり。ようやく太陽がちょっと照ってくる時間が増えてきました。このまま山頂で晴れてくれれば最高なんですけどね。わあ、綺麗。山頂まであと少しのところでちょっとずつ青空増えてきましたね。頂上あそこに多分避難小屋見えると思うんですけど、あそこだと思います。もうあとちょっと山頂手前で晴れてきましたね。ここら辺すごい蛇の尻尾が。すごいですね。じゃあまああそこに一応避難小屋あるんですけど、まだちょっとお腹も空いてないしそんなに疲れてないんで、氷ノ山のまた違うピークの三の丸っていうところを目指したいなと思います。じゃあまたこの道も気持ちよさそうですね。
いやーなんかさっきから結構晴れ間が増えてきましたね。いやほんと綺麗だ。めちゃくちゃ楽しいです。ここからはお楽しみの樹氷ゾーンですね。すごい、めっちゃでかい。間近で見るとより大きさが迫力がある。いやー本当に見事に晴れてくれましたね。やっぱ晴れると雪山格別に綺麗です。あーもう本当に綺麗、めっちゃ綺麗ですね。さっきの山頂も晴れましたね。あまりに良くて全然進んでないんで、ちょっとしばらく頑張って歩きたいと思います。一つ誤算だったのが、ここ数日雪降ってなかったはずなんですけど、やっぱりちょっと山頂付近は風が、この稜線は風が多分すごい強いせいか、結構な人が歩いてるはずなんですけど、トレースとかも割と消えてて、結構埋まるとこはズボズボ埋まるんで、いやちょっと和感車の中に、こういう時に限って車の中に置いてきちゃったんで、いや和感持ってくればよかったですね。そしたらもうちょっと楽に歩けたかなと思います。あそこに見えてるのが三の丸だと思います。天気も持ってくれたというか、どんどん良くなっていってますね。よいしょ。ということで、ちょっと標識も埋まっちゃってますけど、三の丸山頂、氷ノ山の三の丸山頂到着しました。やった、めっちゃいい天気になりましたね。朝の天気が嘘のように最高です。人もすごい少ないですし、めちゃくちゃいい日に来れましたね。さっきまで風強かったんですけど、午後から風が弱まってくるっていう予報通り、今もそんなに寒くないですね。ちょっとさすがにお腹空いたんで、
とどっかでご飯食べたいなと思います。はい、じゃあご飯も食べてちょっと休憩できたので下山、ぐるっとここぐるっと回って下山していきたいと思います。あそこの小屋も雪で埋まっちゃってますね。三の丸避難小屋、屋根だけしか出てない。あ入れないですね。か見えないか。あ、中も雪。ここにも休憩するところがありますね。いや本当に前後左右誰もいないです。風もなくなってすごい静か。今までずっと穏やかな稜線だったんですけど、こっから下りになるみたいです。リフトがあるとこまで降りてきました。今日はやってないのかな。リフトは動いてないですね。スキー場の脇を下山していってますが、もうこのままスキーで滑って降りたいですね。すごい気持ちよさそう、今日滑ったら。
はい、普通の道路まで戻ってきました。はい、じゃああとは普通の道路を通って車のところまで戻るだけなんですけど、氷ノ山、途中から天気も晴れてくれてめちゃくちゃ良かったですね。すごい楽しかったです。また、近いんでまた何回も来たいなと思います。はい、じゃあ今回動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。